今日もしやすいネットチャンネルをご覧いただきありがとうございます。料理の監修はデリシャスのリピーです。今日の料理はかぼちゃの煮物です。最後にきれいに盛り付けましたので、どうぞご覧になってくださいね。さあ一緒に美味しい料理を作りましょう。まずは材料から。かぼちゃ4分の1個、鶏ひき肉 150g、 お酒大さじ2杯、砂糖大さじ2杯、みりん大さじ1杯、薄口醤油大さじ1と2分の1杯、水菜の葉の部分少々、水溶き片栗粉適量。かぼちゃは水から煮ていきます。鍋に適量水を入れ、その中にかぼちゃを入れていきます。水の量はかぼちゃがひたひたに浸かる程度でいいです。かぼちゃを入れたら火にかけます。強火で沸騰するまで煮て、沸騰してからは中火にします。かぼちゃに8分目ぐらいまで火が通るまで煮込みます。かぼちゃに8分目ぐらいまで火が通ったら、アクが出ているので丁寧に取っていきます。次に味付けをします。酒を入れます。砂糖を入れます。みりんを入れます。このまましばらく5分ほど煮ます。5分ほど経ったら醤油を入れます。2、3分煮込みます。2、3分経ったら型崩れしないようにそっとバットに移します。残っただしに鶏ひき肉を入れて煮込みます。鶏ミンチは鍋の温度が下がらないように少しずつ分けて入れます。軽く混ぜ合わせます。煮ている間に水溶き片栗粉を用意しておきます。鶏ひき肉に火が通ったら、水溶き片栗粉でとろみをつけます。かき混ぜながら入れてくださいね。とろみをつける時の火力は中火強ぐらいです。とろみがつくまでしっかり煮てください。しっかり混ぜながらとろみをつけていきます。これでとろみがつきました。器に盛り付けます。一つ一つ丁寧にかぼちゃを入れていきます。形を整えたらあんをかけていきます。あんは少しかぼちゃが見える程度にかけます。最後に水菜の葉の部分をのせます。水菜がなければ青い葉物でも OK です。このような感じです。このように出来上がりました。サーモンのホイル焼きと盛り付けるとこのような感じです。深
菜も掲載予定ですので、登録よろしくお願いいたします。なお、その他のレシピはウェブにて公開中です。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイ、シャスイ、ネット。